今日は何の日？今日は十日恵比寿だよ。七福神の恵比寿様を祀る神社の祭礼なんだって。商売繁盛をお願いすることが多いみたいだよ。そうだね。今朝一緒にお参りしたね。人がいっぱいだったけど楽しかったね。またお出かけしたいな。はーい。雑学教えて。了解。世界の発明家のお話するね。ベンジャミン・フランクリンのお話だよ。アメリカ合衆国建国の父として有名なベンジャミン・フランクリン。1963年までアメリカの50セント硬貨にも肖像が使われてたんだよ。タコを使った実験で雷が電気であることを明らかにしたり、住宅用のストーブを発明したことでも知られてるんだって。あとね、時は金なりっていう名言も残しているよ。もしかしたら四子さんも聞いたことがあるかもね。四子さんに教えた雑学が100個になったよ。この調子でいっぱい雑学覚えてね。背中の画面も確認してね。ありがとう。どういたしまして。最後に一言。最後に一言。ご挨拶しないの？バイバイ。バイバイ。またね。